ですね。小学校6年の時に亡くなったんですよ。専業農家だったね、うん、ずっと専業農家の我が家だったんだけども、うん、それも土地のない小作農民で、終戦後、戦争中に生まれてますんで、終戦後に農地解放で少し自分のところの土地になって、祖母がいて、母がいて、それからね、中学での姉が2人いたんですよ。で、一番長女だけが手伝ってくれて、おじが国鉄マンだったんだけども、休みの時に手伝ってくれて、で、僕も当初は耕して、だから、食われたもの、住みかすみは耕してですね、だから、時には牛で耕すとか、牛を借りますねけども、2、3人で組んで、で、借りて、でも、そのうち、コーン機が来たので、コーン機を買って、で、農薬や除草剤、肥料が大量に出てくるようになって、全部取り入れて、もう村全体が急速に変わっていって、もうもちろん僕も変わって、それでね、例えばコーン機を買ったらお金がいるしね、マイナスになります、実際には、家庭経済の方ね。で、どこかで働かないとそれは足りなくなるというので、冬はアルバイトに行ったんですよ。で、除草剤とか耕運機あります。時間の余裕ができるので、それでお金がなくなるので、で、当時その頃はね、線路工法に冬の間行って、寒い冬なので、息の散らついてる時に、つる橋を掘って、線路の補修をしますねけれども、そういう人が、川内君、線路工法は気になってないよ。で、そこの天然保線区の事務がありますねけども、そこで仕事しないかいさせてくださって、で、ビルの中に入って、こういう仕事ですよね、力仕事じゃなくて。で、それで、そのうちに神の方が川内君、もう、国鉄に働かないかげで、もうじき試験あるから、試験受けるからって、なんとかなるからって、1年間の予算を使い切らないといけないもとで、僕は雇われてるということが分かって、それで、いや、僕も、もう会わないからって断って、もうそういう仕事は、もう一生こういうところで一生過ごすのが嫌だと思って。農薬使っての化学を使っての農業は嫌だから、絵描きさんにそれで大学には行けないんだけど、天皇に私立の美術研究所というのがあるんです。そこに通って弁当を持って通って、まあ10年間ほどで、その間に東京とかいろんなところ行って、自分の目を、まあ審美眼を養う、自分で判別できるようにならないというので、研究所で知り合った子はみんな大学に行くとか、ね、芸大とか武蔵大とか多摩大に行くでしょう。で、僕は農地があるので行けないので、折々にそこの友達のところに行って、大学の研究所を見せてもらったり、いいですね、から美術館巡りをしたりして、大体10年間のそういう日々で、もう。で、もう欠かせない、人生の欠かせない芸術の分野だから、20代いっぱいはね、そういう生活した。で、30代になってからね、もう旅をするのはやめる、どこにも行かないで。で、落ち着いて、ここにアトリエを建てて、で、絵を描くとか、調査するとか。
日本画を描きたいなと思いになってきて、朝日新聞のカルチャーセンターに京都まで行ったんです。でそこで女房に知り合って、だから良寛さんの著書に出会って、あ、良寛さんのような言い方をしたいなと、僕はもう結婚しないと決めたんですけど、良寛さんと丁心兄という阿波さんのやり取りがね、歌のところ俳句で、それが清らかで、素敵だなと思って、でそのうちにね、展覧会を見に行くようになって、それで結婚することにしたんです。それが大きな僕の人生の転換、自然のに入った理由ですね。けれども女房は結婚して半年目に生理内の出血が始まって、大きな病院に、でそこでね、赤ちゃんの頭ぐらいの菌糸ができたって言われたんですよ、ですぐ切らないとダメだって、で手術の準備をしてくれたんだけども、から子供を諦めなさいって、僕のとっさに、いや手術やめてくださいって、でね連れて帰ったんです。崖に落ちたという感じでしたね。もう病院で宣告された時は、どうして鍼灸さんに出会って、で鍼灸の治療を1年受けたんですよ。で赤ちゃんが宿ったんですよ。鍼灸のおかげでもあると思いますけど、ところが鍼灸さんが赤ちゃんがやってきて、赤ちゃんが大きなってきたら菌糸が上に上がりますので苦しくなってね、で大変になってしまって、で鍼灸さんはもう看護師さんこれ以上の治療はしてあげられないって、わしはやぶ医者だとか言って自分のことをそう言いながら、見捨てられたんですよ。それならば僕は自分で治すと決めて、だから漢方医学ですね。その鍼灸さんがね、看護師さん、漢方医学というのがあるんだって。それで素晴らしい医学で、僕も鍼灸をしながら漢方薬を取れようと思って勉強したんだけど、難しくてもうとても手が出なかったです。それなら僕はそれを勉強して、僕はやろうと決めて、で大阪に行って本を買い集めて、それから食べ物も大事だということで自然のに切り替えたんです。やめからの技術と、で農薬や化学類や除草剤とかね、離れて、その頃に複合線という本出されて、朝日新聞撮ってたので、朝日新聞でそれを見たんですよ。僕こんな間違ったことしてたのかって、間違いに聞いてたのと同時に離れたんです。で自然のと漢方のあれは同時に、ちょうど38歳の時でしたけども、家で思った時に三馬さんに、でちょうど鍼灸師さん のお父さんは産婦人科のお父さんだったので、そこに働いた三馬さんが、今はもう現役を離れておられたんだけども、その方にね頼みに行って、で私はもう何千人という方のあれを赤ちゃんの出産に立ち会ったけれども、実は一回だけ禁止があって、でその時に赤ちゃんを出す時に出血多量で死なせてしまったんです。そういうことがあったんです。でそういうことが心配なので、受けてあげるけれどもお医者さんを用意してくれて言われたんです。でお医者さんにそれで行ったら、その人に備えてね、輸血とかいろいろ必要なんで、そしたらお医者さんが断られて、いやそんな状態で引き受けられないって。で、さんまさんに嘘をついて、優れた漢方医さんに出会って、出血の時はこれ飲んでって教えてもらった。で、それと、もし妻が死んだら責任は問いませんので、お願いしますって、で頼みに行ったんです。誠実な思いで。そしたらね、わかりましたって、いただきましょうって。で、ちょうど退院の時に、陣痛が始まって、で、女房の状態を見て、まだ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 と書いて、でここに座ってね、こう居眠りされますね。それをその姿を見た時ね、いやこの方すごい方だって、すっかり安心が入って、まだまだまだ言いながら居眠りされるね。夜になってますので、でそして夜中に出産赤ちゃんが出てきたんですよ。でそれはね、できるだけ自然な状態で出てきて、ところが後段が出なくて、菌糸が大きくなりますので、
でそれがね大変で随分時間かかったんだけども、できるだけ自然でお願いしますみたいなので分かってるよと。でも彼女さんもうこのままじゃお母さんが寝てるよって、出してからないから行くぞで、さんまさん手で後段を出してくださったんだ。でこう調べて彼女さん安心して全部出てる、お腹に残ってないからで、これがへその方を切って帰ってくれたんですよ。やりきるというそういう覚悟でそういう思いで取り組んだんですよ。で、まあ、救われてきたんだけども、でもね、人によって生まれながらの資質がありますし、生まれながらの体質、体も親の続きですので、ね、その程度もね、問題の程度も違いますので、たまたま僕のひろこの場合それで助かったんですけども、1年とちょっとしたらまた2人目の子供が嫌だったんですよ。1回目よりもまあ楽に後段も出て、でも彼女さんこの禁酒がねなかったらいいのねって言って触らせてくださるんだけども、僕大胆な治療できるようになったのは中に赤ちゃんがいないので、そしたらその間にね禁酒がなくなったんですよ。漢方で産婆さんが、いや禁酒がないどうしたのって言われるから、いや多分漢方薬で溶けたんだと思いました。そんなことあるのって感心してくれたけど、実際に溶けたんですよ。で、3人目の子供は禁止のない状態で、3人目行きますんだけど。それで、漢方の技術が、漢方に信用を受けるようになって、から、子供も、僕も、母も、妻も、全部漢方でずっともう通したんですで、自然論も試行錯誤の中で10年間ずっと通して、怒られるし、反発されるし、気が折れたとか、いろんな噂になって、で子供たちは生まれてきたら、試行錯誤の自然の田んぼにね、一緒に、必ず一緒に、常に子供と一緒だったんだけど、この前学校でいじめになって大変だったみたいなんだけども、でもそれで3人とも自分の力で解決して、僕も自分の村の中で自分でやってそれを乗り越えてるので、それを見てた子供が自分で解決したなと思いますね。草を生やしてると、もう何とも思わしません。今は何とも思わない。はい、昔は大変でした。そう。初めはな、恥ずかしてな、うん、こんな草いっぱい生やしてたな、どのぐらいかかりました？こう草生やしても、まあしょうがないかなというふうに思うまでには、3年や4年な、思ってたら、今でもな畑、よその人見に来はったらな、もう草いっぱいやもんな、よその草とまた違うもんな、恥ずかしい思ったけど、もう何も思わしませんわ。もうしもしなくなった、今どうですか？おばあちゃんに随分反対されながらでもここまで19年目なんだって。ような、何中途で何せんとな、よう頑張らったなと思って、思ってますね。自然のに切り替えて、で母は大反対だったのにね、時々興奮して倒れますね。お風呂場で倒れてる時に一番大変だったんだけども、どこ行ったのか思ったら、言葉では説明して、僕は悪くはしないんだって、これ大事なことなんだって説明するんだけど、母は、いや、悪いことでもいいから村の人と同じことをしてくれますね。間違っててもいいからね。で、私はもう村の中に出て いけなくなって、ノイローゼになって寝込みますんだけども。で、俺が倒れてる時にね、抱えて、お布団とかに連れてかれてる時に、いや、自然によりも母との関係の方がはるかに難しいなと思ってね、僕は間違った言い方をしないから、これで死ぬのは母の問題だって、その確信が入ったんですよ。で、説明しても母は理解できない。間違ったことでもいいという母の考え方なので、でもそれはそういう言い方は僕はできないし、僕はどう言っているかは、親が
何と言おうと僕は僕の人生を生きるという覚悟で、それで母が死ぬかどうかは母の問題だということで、それでそのまま行ったんです。もう帰るに。その都度その都度母に応じながら試練の続けて、もうこの村でも見られるようになって、村の人がその技術を身にしておられるので、少し今じゃね受け入れられてくださるし、彼女さん頑張ってるとか差し出を超えられるかどうかってね、すっかり変わってしまったんだけど。なんか虫がだから、そうそう飛んでくるとか種が飛んでくるとかね、とかそれと変わったことをしていることは、その僕の存在が僕の田んぼの存在そのものが受け入れられないっていう。でやめてくれて、まあ、そういうあれですよね。それから徳田の名は村から出て行ってくれて、ね、そういうあれですよね。そうですね、喧嘩にならないように、から続けられるようにひたすら謝って、ひたすら何とかします、何とかしますそれで基本のことは変えないんだけども、でそれでね、怒る人もね、怒ったらそれでね少し気分がさっぱりするんだと思うんです。で何とかしますんだからね、それが、いや僕は間違ってないってことを言ったらさらに激しくなりますよ。それを経験してるからすぐにそれ言わないようにしてそれで謝るって。でそのうちに迷惑をかけないことが分かりますし、でそのうちに世の中の意識も変わってきてますもんね。記録会の時もね、女房が料理を作ってくれて、そこで育ったお米や菜を食べてもらうのも一つの大事なことだったので。いや、おばあちゃんから、もうここら辺は随分炊けてるわ、大根も炊けてると思うよ、それから地元の大砂の神様にね挨拶に行ったし、あれなんかも映画の小泉さんが収めてくださったシーンですよね。僕もその時に謙虚になる、あるいは家では、まあ、普段食べてる 食生活のあり方なんだけども、ああこういう生活をしてるんだなって改めて画面を通して客観的に見れますもんね。自然の仕事がみんなの役に立つ仕事で、その神様の道を外さないで行ってくれるように、これからも役に立つ仕事を続けていくことができますように、健康でありますように。できないと思うのは自分ができなく決めてるんだと、そう思うんです。何とかしたいと思ったら眠っている必要な知恵が一から湧いてくると思うんです。それで、まあ、できないというのは自分で制限しているということなんだけども、それで一途に誠実に謙虚に取り組んだならば必ず必要な知恵が湧いてくる。それから周囲の人も助けられる。